にある地ラーン人あるいは、リュギア人は、今日のドイツ北東部、1500年前は、ゲルマン系ルギ人の領地だった、リューゲン島び南西に隣接するドイツ本土の、シュトラールズン島を、本拠地とする西スラブ人の部族の一つであった。ラーン人は神聖ローマ帝国の東方植民が、始まる11世紀から12世紀にかけて最も、力のある、 スラブ人の一族であり、キリスト教家及びドイツ同化に抵抗しスラブの信仰を守ろうとした最後のスラブ人でもあった。民族移動時代の終わり頃、かつて東ゲルマン人が住んでいた地域が、スラブ人に定住地として見出された。流言島とそれに隣接する本土の場合、記録に先に現れるのは、ルギ人で、スラブ人が登場するのは7世紀初期である。しかし、 この地域への定住は継続的に行われていたため残留していたルギ人は次第に同化したようである。ラザンズがルーンズになったようにルギ族の名前も新しく来たスラブ人の一族の名前の中に残ったものと考えられる。ラーン族は多神教を信仰していたがそれらの神は皆複数の顔を持っていた。彼らは背の高い木の心臓を それぞれの神殿に収めて崇拝していた。これらの中で最も強い神は四つの頭を持つ、スベント人で、ウィット島の最北部のアルコナ岬に神殿があった。レトラの神殿が1068年、内し1069年に、ドイツ人に破壊された後、アルコナの神殿は、ラーン人だけではなく、他のバルト海沿岸に住む、ベンド人にも崇拝されるようになった。 他の神に、日のサガルト、で、サガード近郊にある、ヤスムントに神殿があった、チェルノボグ、中心地カレンツァに神殿があったリュウギア人、ポレビト、ポレヌトもラーン人の間で信仰されていた。武力による、キリスト教家の後、神殿は、修道院や教会に置き換えられた。リュウゲンのアルテンキル編には、アルコナから持ち込まれたスベント人の祭祀が彫刻された、石がある。 ラーン人の行政の中心地はカレンツァだったが、現在はベンツァーレ・バーグバルという地名で非居住地域となっている。ラーン港は現在のベルゲン・アウフ・リューゲン近郊のリューガルトの砦に住んだ。ラーン人の領内には砦がいくつかあったが、いずれも木と泥で作られた環状の防壁が備えられていた。それらの砦は村や、 宗教的な場所を防御の役割を果たしており、貴族階級の重要拠点としても機能していた。またラーン人は、ラルスビークに主要な交易地を確立しており、そこでは、スラブ人とスカンディナビア人が混在していた。11世紀から12世紀にかけて、ラルスビークの住人は、近隣で海賊行為を行っていた。ラーン人は、 西スラブ人の言語の内で人書語に属するポラーブ語を話した。12世紀から15世紀にかけての東方植民により、政治と民族の構造が変化し、彼らの言葉は定地ドイツ語にとって変わられた。1404年ラーン語が話せる女性がヤスムント半島で死亡し、ラーン人の言語は死語となった。955年ラーン人は、 レクニッツの戦いに、オットー一世側として参戦し、オボトリート族をレクニッツ側で破った。ベンド人の指導者クルトは、ラーン出身だったかもしれない。またラーン人は、オボトリート公、ハインリヒの拠点あるとリューベックを襲撃したが、ザクセン人の援軍を得た、オボトリート族に撃退された。1123年に、 ラーン人は再びアルトリューベックを襲撃しハインリヒの息子、バルデマールを殺した。1114年か1115年、あるいは1124年か1125年に、ハインリヒは2000人から6000人からなる軍勢を引き連れ、大陸とリュギアを隔てる凍結した海峡を渡る作戦を実行した。ハインリヒが沿岸部の町を荒廃させた後、 リュギアの祭主たちは大陸に住む遥か東方のスラブ人たちから集めた莫大な賠償金で島を返還するように交渉し、春に両者は合意に達した。しかし1127年、ハインリヒの死後の内紛によりラーン人はオボトリート公の支配から外れ再編された。1128年彼らはアルトリューベックを侵略しハインリヒの子孫を殺害した。 1137年デンマーク人はラーン人を破り、ラーン人はキリスト教を受け入れると誓わなければならなかった。しかし、デンマーク人が引き返すと、ラーン人は異教に戻った。1147年ベンド十字軍の間、ラーン人の軍勢はデンマーク海軍を攻撃した。ザクセン軍は都合がつくと繰り返し、流言島襲撃した。 1168年デンマーク人は、ラーン人の本拠地アルコナを征服しスラブ人を支配下に入れた。ラーン人は、キリスト教に改修させられ、彼らの神々の木像は燃やされて、彼らの土地には、修道院や教会が建てられた。これ以降ラーン人の丘陵地は、デンマーク領、ラーン公国になった。翻訳元下筆、市原孝一、P141。 翻訳及び補足。ありがとうございます。